イター4 0 0 1号編成。2015年イター400.49編成。ベネツィア・サンタ・ルジーア駅。2018年イター400.09編成の先頭部。ミラノ中央駅。2015年イタリア国鉄イター400電車は、イタリアのトレニタリアがフレッチャロッサとして運行する、動力分散方式の高速鉄道車両であり、フレッチャロッサ線もしくは、イター線とも故障されている。 イタリアの高速鉄道はフレッチャロッサ、フレッチャルジェントの2ブランドで運行されているがフレッチャロッサはイター500による高速新線では最高速度時速 300km で運行する列車フレッチャルジェントは高速新線以外の一般路線でのスピードアップを考慮した車体傾斜式のイター480、イター600及びイター610による 高速新線では最高速度時速 250km で運行する列車となっている。本形式はこれらの機材の増備として2009年にトレニタリアがイター500の後継として高速新線での時速 360km 走行が可能な機材として50編成の導入を計画して2010年に発注されて2013から17年に導入され、 2019年にはオープンアクセス化の進展に伴うイタリア国外での運行も視野に入れた造備として14編成が発注されたものである。この計画に基づいて、イター600や NTV のイター575などで、イタリア国内の高速鉄道車両の実績がある、フランスのアルストムトランスポールと、同じくイター500などで実績のある、ボンバルディアトランスポーテーションと、 アンサルドブレダの企業連合とがそれぞれ提案を行っているが、選考の結果ボンバルディア・アンサルドブレダ連合が2010年8月に受注をしている。なお、選考は技術面と価格の両面から行われ、アルストムが一辺編成3500万ユーロでの提案であったのに対し、ボンバルディア・アンサルドブレダ連合は3080万ユーロであり、 技術面でも高いポイントを得て選定されたものである。ほか、シーメンスや川崎重工業も提案を検討したが、これを見送ったとされている。フレキラッサ1000もしくは、イター1000と故障されることになる。この機体は、ボンバルディアの高速鉄道車両シリーズである、ゼフィロの位置形式であり、メーカー故障を V300 ゼフィロとしているほか、アンサルドブレダが開発した高速鉄道車両である。 V250 の技術もベースとなっており、開発、生産の分担割合は、ボンバルニア40%、アンサルドブレダ60%となっている。また、イタリアの高速鉄道車両のうち、時速 300km 用のイター500は、ピニファリーナ、車両傾斜式のイター480、イター600及び、イター610は、イタルデザイン10ジ,ジアーロがデザインを担当していたが、 本形式はベルトーネデザインが社内外のデザインを担当しており、特に内装については同社の人間工学チームも含め大きく関わっていることが特徴となっている。なお、この機体は動力集中方式であったリター500から動力分散方式の8両固定編成に変更されているほか、基本的にイタリア国内専用であった同形式とは異なり、 各国の路線での走行を考慮した相互運用性のための技術仕様である TSI に準拠しているほか各国の電源方式や信号方式に対応できる準備がされており2020年からのパリ・ミラノ間の運行に向けて2019年には一部の編成がフランスへの乗り入れに対応する改造が実施され将来的にはドイツ、オーストリア、スイス、ベルギー、オランダ スペインの各国へ乗り入れることも可能な仕様となっている。イター400は両者のイタリア国内で組み立てが行われており、2013年3月26日には最初の編成がアンサルドブレダのピストイア工場でロールアウトし、式典ではイタリアの陸上競技選手で200メートルの世界記録保持者であったピエトロメンネアにちなむピエトロメンネアの期待名が付けられている。 その後7月には、ボンバルディアのバードリーグレ工場で試験が始まり、その後9月に、チェコ国内含む各地で試運転が始まっている。その後2014年1月より高速新線での試運転を開始、2015年4月14日に時速 300km 走行の認可を受け、6月14日より運行を開始している。また、 その後2015年11月23日には、ミラノ・トリノ間の高速新線において、時速 360km での営業運行のための試運転を実施した際に、時速 385.5km のイタリアの鉄道の最高速度を記録し、さらに12月6日には、時速 390.7km、2016年2月25日には、 時速 393.8km を記録している。本形式は車両及び列車の名称はフレキラッサ1000、形式名はイター400であるが両者を混在させたイター1000とされることもある。また第1編成はイター400.01、第50編成はイター400.50のように故障されており、 編成を構成する八両の車両の二千七年から採用された UIC 規格によるヨーロッパ標準動力車番号体系である EVN の車両番号は以下の通りで二千十年に発注されたバッジは二千十七年にかけて前5十編成がボンバルディア、アンサルドブレダ及びその後進の日立レールイタリアで生産、納入され二千十九年に同じくボンバルディア及び 日立レールイタリアに発注されたバッジは2019から23年に全14編成が生産、納入される計画となっている。ありがとうございます。